お腹すいたよ。え？本物だよな。ありがとう、助かったよ。あのまま死んじゃうのかと思った。携帯食料を持っててよかったよ。にしても大げさじゃないか。そんなことないよ、もう何日も飲まず食わずで。天国に行ったはずのおじいちゃんたちが手を振ってるのが見えたの。割とシャレにならない状況だったんだな。絶滅に一歩近づくとこだったよ。本当にシャレにならない。自己紹介をしてなかったね。私は奏で、見ての通り猫霊族だよ。